はい、お疲れ様です。マッピーです。このバフリーダーがたくさんいる補正です。ついにアタックアップがやってきましたということでね、昨日も補正でね、バフリーダーに当たれと思いながらグレナ入れたできやってたんですけど、まあ、よく考えたらアタックアップの時にやればよかったなって反省しつつ、今回はバフリーダー使いますよ。でグレナと同じくね、超ゴマだったんですけど、超ゴマパレードから外されたというか、このラインナップリニューアルでね外されたこの送り主、こいつ使っていきます。てか何回か使ってたんですけど、送り主はね、結構強いんですよね。混合デッキ条件で発動して2ターンの間1500の特殊ダメージと通常特殊 75% にするっていうこの 25% カットのねシールを貼るっていうフォースなんですけど、コンボもねコンバート変換率最大 80% まで上昇できると、次キャラ1枚につき 30% 上昇っていうことなんですけど、これね普通に強いんですよね。コンバートにとってね厄介な罠回収しつつ、通常特殊カットでね相性の悪い神タンとかにもね有効なんで、これ6人の石ねちょっと強いんですよ。まあ、ただ、まあ、殴った方がね簡単っていうところもあったりして、あんまり使われなかったりするんですけど、ただ強くまであることに変わりないということでこいつを使っていきます。はい、結構ねコンバートってあんまりそういう防御札がね入ってないイメージがあるんですけど、この送り主については火力も出しながら防御できるっていうのが強い。それね今から見せつけていきます。元超ゴマっていうね扱いというか、まあ、もう超ゴマじゃないみたいな感じでなんか言うのもあれなんですけど、そういうね扱いになってるところあるんですけど、大丈夫です、強いです。おお、なんか目の色が似てますね。ソウルデッキはね予想外、カサ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 、おやめろそのゴキブリみたいなゴキブリかな。まあこれHP99% 以下まで持ってってほしいですよ。はい、あ、99% 以下になってないですね。これなってない。イシュタル初手から出せるんだっけ。出せるね。X 行きますか。ランタイ引いてるんでね、いってらっしゃい。あとこれランタイじゃなくてサリーグとかに変えて、最近出た2組水戸1組を入れるっていうのもね考えたんですけど、やっぱ大国主とかにもね一応バフかかるんでね、ランドタイラントって物理をそのまま上げるってやっぱ強いんで、ランタイにしてますね。で上と一応この対面は相手のソウルバーストに対して特殊カットが効くので、大国はまあまあ強いと思いますね。でこれ D6 から行くかどうかちょっと悩むところではあるな。ランタイ引いてるとはいえ、まあ、でも打ってもいいな、今日アタックかかってるしな。でコンボが15枚以下 OK、 これじゃこっちから行きますか。まあ、どうせね相手ソウルデッキなんで防御駒ないんすよ。なんでもこれはね殴り切っちゃって OK です。で相手のこれ分かります、ソウルの消費具合を考えると1ずつ消費で俺の3枚返しに対してダブコの状況で多分間に合わないと思うんですよね。なんでここも殴り切っちゃおうかなっていうね考えでやっていきます、やっていきます。まあ、こういう盤面だと奥にいる人あんま強くなさそうなね感じはするんですけど、まあそれはそれでちょっと別のコマで殴っておけばなんとかなるんじゃないでしょうか。さあどうする。オーケー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 、 E4 か、これ美味しいですね。これは引きによるな。あ、繋いでいいなこれ。いってらっしゃい、これいきます、いっちゃいます、これいっちゃいます。まあこれは E3 とか打ってからそれを取らせてとかもありなんですけども、さすがに火力高すぎるんでいっちゃいます。でこれは相手のこのソウルの消費今6分の3ってなってると思うんですけど、もはやね相手の霊力が溜まる前に殴り切っちまうぞっていうこの体勢、この徹底抗戦の形を見せつけることで俺が削られる前に削り切るっていう感じですね。まあソウルに関しては多分相性いいな。お、それ強いね、これ繋いでもいいな、多分飛ばされないと思うんでね、いっちゃいますか。これどっち隠れてるんだな、180%、 リブレールですね、いっちゃいます。はい、いっちゃいまーす。よいしょ、よいしょ。2.6 様、4.7 様。ああ、強すぎる。で、あとは次、ソリエスでぶっ飛ばせば終わりですね。さすがにここ、エリーゼ耐えれますね。霊力足らない相手は。19,400は無理っすね。飛ばせるもんなら飛ばしてミンシャイ。おー、いい火力出してくる。惜しかったな。惜しかったが一手の差で俺の勝ちだ。あ、なんかこういうセリフあったよな。なんだっけ、ワートリか。一手の差だ。まあ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 。ランタイずるいね。もう自分で使ってても多いよ。ランタイはずるい。で、俺こうやってね、動画撮ってるんですけど、朝ね、15時に起きたわ。今日マジで。マジで生活リズム終わってる最近。朝の6時ぐらいまでね、朝の6時半ぐらいまでポケモンやってて。マジで生活リズム終わってますね。俺やばいっす。ちょっとそろそろ直さんといけんわ。まあ毎日オセロニアもやってるし、
ゲーム楽しいんですけど、めちゃくちゃ終わってる。これはなんとか死んでおけん。お国主引けるかな。今日は結構バフリーダーいるし、まあ、特殊ダメージ発生するようなことも多いんでね、お国主ぶっ刺さると思うんですよ。あえてね。はい、おい、来ました。これお国主刺さる対面だけど、お国主以外の駒が結局あんま刺さらない感じはするんで、ちょっとどうなんかなっていうね、中でしっかり引いていきましたと。これは一回レムレスから言ってあげて、 X 進行でやっていきたいよ。んー、ただ言うてやっぱフィールノートシタルがマジでエグいんでね、あれされるとお国主で防衛したとはいえどうにもならないこともある。で相手初手ブラダマンテは逆に怪しいよ。あー、なるほど。これ国主雑に切りたくねえな。じゃあ X 行きますわ、イシュタルで。まあ乱体引いてないんでちょっと火力足りるか心配なところあるんですけど、で次乱体とか引いちゃうと俺ラリエル1枚しか残らないっていうのも不安ではある。で、あとポーファンがね、俺持ってなくてね、ポーファン入れてないんだけど、みんなポーファン使ってる？コスト200ってポーファンいるのかな、実際どうなん？うひょー、デバされてるのつらい。まあでもこれは繋げるべきである。 1.6 分合い。まあデバフがクソ強いけど一応火力は出てるね。ミューズとか打たれたらしんどいよ。てか、今の夏ハピっていう、もうめちゃくちゃ久々に見たね、夏ハピあるんだ。これランタン引いてほしくないな。はい、よし、リブライルナイス。そう、いつもはね俺ランドタイラント求めてるんですけど、今のについてはちょっと引いてほしくなかったですね。さあ、ここリブライルで火力出していく。相手のこれ削り方いいですね。さっきのウォルプタース並みの火力、オッケー、いい感じの火力出てますよ。ただ麦のコンボしつつってのがちょっと怖いんで、そろそろお国主構えないといけない。オッケー、ここお国主ですね。ここお国主で防衛したいけども、あー、なるほどね。いや、国主出すべきではあるが、ちょっと考えないといけない場面でもあるな。これ英語がきついんですよね。この後角打って D5 でワンチャンかな。まあ、国主出す場面ではあるな。うん、しゃあない。これ国主は絶対出した方がいい。 OK、 火力出しつつ、ただこれ英語の回復がクソだるいな。ブラダマンって回復バカだり。C6 打ってからの方が良かったかな。ただそれだ とちょっと動線組みにくいんですよね、多分。多分組みにくいんだよな。一応こっちラリエル構えてて、ランドタイランド欲しくなってくるな、こういう盤面だと。もう手駒事故んないから。いやー、そうだよな。いや、ちょっと懐かしいな、相手のラインナップが。相手の出してくる駒のラインナップが懐かしい。いや、これまずいな。まあブラダマンテじゃないわ、ブランジェッタか、ブランジェッタ出すべきではある。これ相手 D5 とか打ってくんない？無理。いや、このカットきついな。いや、ちょっとあと一旦足り、それやばいな。さっきの逆バージョンちょっとなりそう。一手の差で俺負けそう、逆に。まずい。頑張れ、国主。いや、これちょっと2手耐えれないかも。国主のシールドあるとはいえ。B3 でダブコン組まれて、A に打った後 D5 で飛ばされそうな雰囲気。まあ、カッティング入れて、3名ゲージ。うわー、そうだよな。きつい。ちょっと待てよ。麦のバフをちょっと抑えないといけないな。厳しいね、これ。クソ厳しいって話する。いや、火力出さないようにしないといけないのか。いや、とはいえ3枚多分無理だな、耐えれないな。いや、一応こうするか。ワンチャンあると思うんで、これ。一応ワンチャンかけるとしたらここかな。相手エクリル切ったんで引いてない可能性あるんですよね、あの大きめのアタッカー。あ、引いてた、どまーい。まあ、これ無理っすね。いやー、まあちょっとしょうがないな、これは。あの夏ハピ強かったな。夏ハピで結構削られたな、火力。どんまいどんまい。まあ、国主はめっちゃ頑張ったね、めっちゃ頑張ったけど、思いのほか夏ハピプラスウンディーネはちょっと読めねえな。あれ、しゃあないわ。ちょっと昔の懐かしい神タンって感じがするな。2018年ぐらいの神タンの気がする。もしかしたらファネルとか入ってた可能性はあるよ。海賊女帝恋はいつでもハリケーンなのじゃ。聞いたことある、聞いたことあるね。じゃあこいつを打ち負かして俺のもんにしてやろう、そういうね、天竜人のような発想が天竜人。おーっと、これ火炎コンバートとか雷撃コンバートとか来ると俺の大国主の肌が、装甲があらわになってしまいますが、お肌系になってしまいますが、気をつけましょう。バハムート、ムートか、強いな。
うーん、まあでもこれブラジは残しておくべきではある。一回これちょっとミールシェで X 行って、ブラジのタイミング見ながらだな。相手の方が HP 低いね。竜の S ゴマが1枚入ってるのもあり、こっちの方が HP 高いですけど、なんともだな、なんとも言えない。これブラジェどう切っていこうかな。相手上打つかどうか。おお、ここでブラジェはしんどいでやる。そこでブラジェはしんどいでやる。コンボ一緒かお前ら。まあまあ最大倍率は違うのか。であれば、まあ殴るべきではある。 60% だよね。 60% なんで、まあ先殴ります。強いです。8443、4枚返し J 並みの火力になっている。でこれ E6 来るか。まあ、相手オーラ引いてないんで、そこでどこまで差をつけられるかやな。角は打たないと思うけど、相手も結構、相手目線、おお、角打ってくると。オッケー、ちょっと考えよう。一回これちょっとシンキングタイムで割る。まあ S 引かないと。S 引いたら E3 もありかなと思ったんだけどな。あ、でも一応コンボ使えるのか。強いな。これ E3 打っていいと思う。いや、でも右上 X 来るな。F3 しばきな気がするな。ブラジ打っても多分取られて、よだめ低すぎる気がする。一応 F4 はでも警戒しつつリブライルかな。いやーむずいな。でもここむずい。一旦こうしますけど、一旦こうするけど、で B6 打たれたら D2 でいけるんですけど、 D6 もあるか。 D6 あるな。で俺が E3 打って B4 耐えるみたいな。ティルト切ってるか。まあ、S 枠は1枚相手、バハムト切ってるんで、ここから警戒しないといけないのはもう他の S 枠とラリエルかな。こういう時奥にいる人がいたらめっちゃ強かったんですけどね。 OK 当ててくる。 E3 かな。 E32 枚返し打って次 E6 飛ばしに見えるな。うわー、なんかもう微妙、なんか微妙。でもこれもう殴らないとあかんな。うん、殴るしかないな。殴って、はいはい。いや火力引く、火力引く。 S 引いて飛ばせるかどうかやな。 F5 打っても3枚きついし、いやこっちしかなかったな。普通にこれ絶対 F2 来るね。絶対 F2 に来る。俺が次 E6 で飛ばせないと負けか。それか奥に主引いてワンチャン耐えるしかないな。あー、そうね。で S これ乱体引いても飛ばせないよな多分。無理っぽいね。無理っぽい。乱体は無理だな。乱体無理。いや S 引くしかねー。めっちゃきつい。頼む。それか送り主いて耐えるしかない。おお、国主か。頑張れ国主。 F5 行きます。これしかない。いやちょっときついけどね。まあでも相手乱体切ってて、じゃ乱体がなくて、ね、あのバハムト切ってるんでワンチャンあるよ。ワンチャンある。バハムト切ってるんでね。雷撃火炎コンバート3枚返しじゃなければ。お前コンボ何 50% でしょ。で60、あ、 OKOKOK。 最大がレムレスのコンボだから耐えれるかも。アステールなら耐えるんちゃう。シズさん、でもシズさんってそんな火力高くなかったよね確か。どうなん。うわ、やばいか。あぶねー、あぶねー、あぶねー。大国主意味ねーけど、あぶねー。よかったシズさんで。あー、シズさんで本当によかった。これシズさんじゃない他のやつだったら多分死んでた気がする。シズさん火力低いんでね。あ、よかったよかった。いやシズさん懐かしいな。史上初の神ゴマ火炎コンバートだっけ。懐かしい。今日なんか懐かしいね。いいね。懐かしいよ。そういうなんか古のコマたちをめでていくのいいと思いますよ。多分ね、あの今当たった海賊女帝さんと2個前に当たった神探の人、あの人ね、あのポケモンスカーレット買ってます。あれはスカーレットですね。多分古来の方を買ってるわ。で俺はスカーレット買ってるから仲間ですね。ちなみに俺の周りバイオレットしかおらん。あの俺の知ってる限りスカーレット買ってる人 2,3 人しかいなくて、でバイオレットは多分10人ぐらい買っとる。周りそういう人しかおらんくてね。でこれはオークニルシ刺されますね。相手結構特殊ダメージ出してくるんで。あ、初手オークニラだな。これ来ました。初手ティタならぬ初手クニ行きます。初手クニーてかもう S 行きすぎだな。これすごいな。で X から打って相手のシアンに対してタイミング見て火炎コンバートでゴリ押しですね。はい、初手クニーでこれで、うん、なるほど。ちょっとこれ考えますわ。よいしょ。ソリエス安牌感あるけど、
万が一ロック打たれたらまずいんだよな。イシュタルでもいいんだよな、正直言うと。イシュタルでいいや。コンボスキルお前 80% でしょ、強すぎる。イシュタル行こう。おい、リリティエ。このリリティエを回収するっていうのは、まあ、これについては回収しない方が良かった説あるけど、逆にアステールってアステールのコンボの 60% 以下っていう条件をね整えるのもありだったんですけど、いやもうオーマイガーです、それは。あー嫌い、マジで嫌い、こいつだけは本当に許さん。俺 S こんだけ引いてるけど、引いといてなんなんですけど、そいつだけはマジで打たれたらもう何もできないわ。あーマジでそいつだけは許せんけど、まあ相性いいんで勝てるとは思いたいですよ。16185、これをなんとかして飛ばしに行きたい。いやグノー OP、 まあでも今日の補正グノー入ってるのはねしゃあないな。うわー、しかもそこ出るのか、お前それ強いわ。 OK、 俺でもいこれでもかっていうぐらい、これでもかっていうぐらい引いてるよ、この発動しない、発動させない駒たち。まあリブ行きますか。まあこれでもかってぐらいね、発動させないようにはできる。3ターンは、3ターンはしのげるよ。3ターンは相手のシアンの召喚しのげる。で、リーチ来るか。オッケー。まあでも、一式か。ちょっと強いけど。よしよしよし、そっちね。で、いやー、でも逆にその3ターンを。ちゃんとあるか。おー、ブラ、いや、逆にここブラ打つのありだな。ちょっと待ってください。これターニングポイント。これ B1 当てでいいのかな？ B4 打って、もうあの B4 も強いな、消化の場所によっては。B3 はそのまま取られて、あれだから。いや、B4 の方がいいな、これ多分。うん、B4 行きますわ。だってここの召喚多分相手取れないでしょ、アステルの子も繋がるから。ダブコンだけど。で、このゾロバ、頑張ってもらう。まあ、一回ここ回収しておきますわ。ただこの後地獄を見ると思え。この後地獄を見ると思え。相性いいんでね、貸したいよ。よし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 、マジで相性いいんでね、こいつら。で、これ B6 行こう。さあ、もう絶対発動させないぞ。で、火炎コンバットなんで、そう、ちょっと一応ミルシェは後だな。コンボスキルも発動しないから。OK。さすがに火炎罠とかないでしょ。行ってこい。あ、行ってこい。よし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 、負ける気がしねえ。で、ペレツも警戒しつつですけども、もうランタイ引いてるんで、次飛ばせるっすね。バイセ、いい火力。だが、ランタイプラスゾノバのバフが乗っかり、パラちゃんも引いて、はい、パッパッパラ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 ノイア。ナイス。いったでしょ、これ。はい、パラノイア。危ねえ。グノー怖すぎ。なんとかなったね。いや、でも、大国主頑張ったね。いい感じ。お前はコンボを封印されても、あの、責務を全うした。ようやったわ。よし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 。何よりね、初手から使えるのはね、本当に偉い。あと、コンボスキル 80% っていうのもね、強くて、今、グノなかったら、もっと簡単にいけたっていうね、感じで、わかると思うんでね。俺は送り主、割と押してるんでね、コンバートの送り主はね、ありだと思うわ。コンバートについては、結構こだわりある人いると思うんだよな、いろんな。国主はなくていいとか、あと、俺は思うのはね、あの、シャーマンキングコラボのハオとかもクソ強いんですよ。ただ、一応、ブランジェッタとかもあるんで、まあ、ハオとブランジェッタの両立が良いかどうかっていうのをね、しっかり吟味していくというところでありだと思うんですけどね。あの神端で言うと麦とミューズみたいな、そのどっちか引けたら強いみたいなね感じだったりするし、ありだと思うんですけど、ブラジェス取って出しはさすがにもったいないな。ソリエス行くか。多分これソリエスのコンボスキル序盤で弱いっていうのを逆にここで使っていくみたいな。あ、ただこれ待って、ロック、そっか、パラサゴンってロック耐性つかないんだ。あー忘れたわ、パラサゴン打ってよかったな。これ B1 進行しようかな。あー成り打ち行くのね。オッケーオッケーオッケー、成り打ち行くのね。 B3 打ったら C2 で取られそうな雰囲気するな。 D6 ブランジェッタ打ってもいいな。今のタイミング多分罠駒来ないんで、で神駒が入ってるあたり警戒しないといけないの駒があるんですよ。それがね、ベランジェール。まあ、このデッキについてはね、コンバートなんでベランジェール発動しないと思うんですけど、あいつ確か通常で発動する罠なんで。でまたリポーズ来ると、デバフが2枚も来ました。まあでもこれで大体分かったっすね、相手はそういうデッキです。で一応これパラサゴンからいきます。はい、コンボつないで、いい火力でもないな。ちゃんとデバフされてるわ。あの駒いつ打ってくるんだ？
あれだな、こっちの火炎とかを、うん、なんか、枯渇させてる感じするね。これね、エヴァ打ちますわ。今罠駒発動する可能性もあるんですけど、エヴァ発動条件なくなる前に逆に打つわ。ここ食らっても大丈夫っす。これ許容っすね。でアレスのコンボリペアとかここで組まれる可能性あるんですけど、リペアする罠がなければあいつコンボスキル脳なしなんで、こっから頑張ります。まあ、この程度は受けていいですね。ラリエルの発動条件も整えられるん で、一応ペレス警戒しないといけないから、ここイシタルで削りたいな。はい、リブライルもあると。まあイシタルですね。イシタルコンボスキル強いんで、いってらっしゃーい。水心、オッケー。明けの明星放つで11131、ここまで来たら全然ゴリ押し圏内だな。アレスのリペア対象がマイティだけで、あ、ここで使ってくるか。うん、多分これは手駒特殊で塊お祈りアレスですね。 A3 の罠が雷撃かどうかですけど、これ雷撃なことないよね。マディスマディンだったら怖いな。ペレツも怖いけど、これ飛ばせたりしない、そもそも無理か。ペレツ怖いな。でもペレツの方が受けれるな多分。ちょっとこれこっちから行きますね。ペレスの方が受けれると思う。 OK 通った。よしよしよし。ちょっとマディスマディンクソ怖かったんで、俺マディスマディン打ってこいつでマディスマディンだったら怖すぎるんでね、ちょやめときますわ。で OK、 これは勝ったっすね。まあまあまあ相性いい。そうコンバートはね、今日みたいな法制でカビタを目立ってくるシアンとかアレスに対して逆にメタなんで、マジで強いっすねコンバート。いってらっしゃい。で A さんの罠がマディスマディンだったら俺の判断が正しいということになります。うん、間違ったんですね。オッケー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 、勝てる勝てる。いやコンバート強え、強いな正直言って、はっきり言って強いぜ。しかもこの時間効率でこんだけ勝ってるってのがいい。1試合がそんなに長くないからポイントを盛るってなった時にね、やっぱバフ補正っていうのはありですね。最高星、最高星って読み方でいいのかこれ。最も光る星。ほうほう、あーやだ、ガラスまで来か。やだガラス 10% デバフ来ますよね。これ 10% だっけ、いくらデバフするの。ランタ引いてるからこれ帳消しみたいなとこある。何パーデバフこれ。やたガラス俺持ってないよね。こいつ超駒だよね。使ってみたいんだけどな、やたガラス。興味あるよ、はっきり言って興味ある。デバフは 10%。 うーん、しょべえ。しょべえな。なんかそういうさ、特殊与えながら 10% デバフするとか、あのあれとこれをバフするみたいなのあるじゃん。で最近思うのは、これヤタガラス550の特殊と 10% デバフ、これしょぼいなって思うわけですけど、なんやったっけ、ペルルレイ、ペルルレイのあれも同じ現象になってるわ。一応、いや今日の補正でペレツ入れてるわけないでしょと思いながらグレムリン出そうかなって思います。はい、今日の補正でペレツなんて入ってるわけないでしょ。よし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 。で、そうペルルレイもね、なんか毒と吸収効果アップなんですけど、どっちつかずって感じ。なんかどれか一つをやっぱ特化させていた方がリーダーって基本的に強かったりする。どうなん、まあそうでもないか。一時期のルシファーとかクソ強かったから。これはウォルプタース行きまーす。コンボツクソ強いですよと。で、トゥールラはさすがに強すぎるが、俺はランタイ引いてるんで、さすがにこっちの方が優勢ですね。で、もう最近のコンボとマジで特殊発生させないから、本当に強い。ベルグレーでそこありがてえな、コンボない。で、ここ C1 いい感じのコマ欲しいんですけど、グノーがクソ怖い。おーしよ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 し。まあ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 、シーズン行きますか。ちょっとこの穴駒、なんか厄介なんで取っときますね。で、まあ、吸収入れて、で この対面ね、国主クソ刺さります。クソ刺さるっす。基本特殊です。相手ブラ、基本特殊って言った後にブラ出されたわ。国主いたら F5 もありだな。あーそうなるか。これまあでもさすがにちょっとトゥールラの動線つなげたくないですね。ちょっとここにバフこれ出しといて、でこれ相手が B1 来たら D2 ありだな。ゾノバのコンボを使っていくありですね。で罠駒切ってる、
ビナが怖いな。オッケー、ロックはラリエル出ちゃうぜ。まただ、お前待て。あ、よしよしよし、危険な入った。ラリエル出させろ。あー、ちょっと待て、このミルシェクソザコ。あはーん、やべえ、ミルシェ出ちまった。ちょっと待て、考えろ考えろ考えろ。これミルシェコンボないんだよね。オーマイガー、オーマイガー、ミルシェコンボねえんだよな。しかもデバフされてるからな。うわ、いやー最悪だなこれ。いや、ミルシェ出んのか。いや、もうね、 D に行くわ。普通に3枚打つわ。で、D1から打たれても俺2手耐えれる可能性一応残るからね。マジか、ここミルシェ出んのか。オーマイガーすぎるだろ。いや、2手耐えれるから、右下 X 打っても A に打たれて、で、その後俺動線組むのむずいよね。 C3 白になってるからこっちだよな。いや、キチー、なんでそこミルシェ行くかな、弱すぎ。いや、普通に D1 来るな。 D1 でダブコン組まれるな。うわ、ラッキー。 なんでラッキー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 、なんか動線上げてくれた。熱っ。これ飛ばせるんじゃない？デバフされてるけど。え、どうかな？一応でもゾロマのままある。国主待てよ、お前はどんぐらい？ 3.6 枚ね。 OK、 3.6 枚いけんじゃない？ラリエルってさ、3枚結構出るよね。で、 60% でもでしょ、 60% でしょ。国主安排みたいなのがあるけど、これで飛ばせなかったら俺、待って、計算できないわ。マジでわかんないマジでわかんない。 8000枚ぐらいくれか。でもいけると思うわ。いけるいけるいける、いちゃまーす。多分いけると思うんで、ランタイとゾロマ引いてるんでね。5.76倍。うん、いけるよね。よしよしよし、ナイスナイス。あぶねえ、なんか、いや、よかった。なんか知らんけど、1打ってくれた。ラッキー。いや、あのミルシェ弱すぎだろう。マジでラッキー、今の。負けてた、正直。あ、でも分かんない。D 中打たれても、俺、奥に主いてたんで、耐えれた可能性はあったっすね。耐えれた可能性はある。おーおー、かっこいいね。やったガラス連続できた。かっこいいな。ヌラリヒョンの孫でこういうキャラ出てきたこと、出てきた気がする。かっこいい、ヤタガラス。あ、でも使っていくのはヒプノスなのね。ヤタガラスからのヒプノスね。巣しかアトランやないか。おーおーおーおお、乱体の羽振りが良い。わお、目の前のシールドに対してアステールを出すかどうかって問われたときに、果たして本当に出すのかっていうね。これ X 行こうかな。アステールコンボ微妙か。ぶっちゃけ縦取りでも良きではある気がする。うん、まあ縦行くわ。まあヒュップってことを頭に、あ、でもヒュップか。まあまあまあ、いっか、これで。いや、うーわ、めんどくせー、めんどくせー。もう一枚やんのか、それ。めんどくせー。まあでも2枚いきますわ。まあ乱体引いてるんで、なんとかなると思いたいですけど。よいしょー、めんどくせー。ヒュッププラスデバフ、あたーん。まあでもこれ防御札結構切ってくれたんで、これヒュップ、うん、ここからやな。ただこのヒュップ対面ね、あの、言わずもがなです。あの、オークにクソ刺さります。これさっきからずっと言ってるわ。オークにバカ刺さる。これ6来ると思う？6来ると思う。俺あんま俺とは聞きたくないんだけど。いや、これこっちにしますわ。あのね、 B3 打たれて70パー以下にならないっていうのが一番怖いんで、ソリエスからいきますね。まあ、ロック打たれても避ければよい。下はいくらでもある。下には下がいるということを。 OK。で、ここ、オークリヌシ100点あげる。これ、オークリヌシ来たら100点あげる。100点欲しい人、はーい。うーん、ダメか。にゃーん。うわ、クソ悩む。これ、C1 からいけると思う？いや、行くわ。ランタン引いてるんで。打って出るべきでしょ。まあ、さっきみたいに、あの、さっきみたいに、あいつ来たらやばいんですけどね。ミルシェ来たらマジでやばいんですけど。これ、なんか X 微妙な気がしたんだよ。いやー、これもう奥にいる時間とダメだな。うおー、マジか。あるあるよあるよあるよ。うわ、 X 打てばよかったね。でもどうせ E6 にグノー打たれてたからあんま変わらんな、正直状況。うん、いや、でもでかいでかいでかい。この国主クソでかい。ヒップの火力落ちる。で、しかも火力も出せる。あ、だるすぎそのマナゴマ特殊やん、絶対。もう絶対特殊やん。うわー、そうなっちゃいます。待てよ。
あーこれ多分 F4 打った方がいいな。ヒプのコンボ今受けた方がいい気がするな。絶対特殊だもんこれ。絶対特殊、絶対特殊やん。ダリー、まあ、しゃーない、これ取るわ。うん、取った方が一応火ダメ抑えられるっすね。相手キャラゴマ3枚なんで。いやきちー、そこ穴ゴマきちー、うまいな。一応俺ランタイ引いてて、まあでもこれは取るでしょさすがに。いやでも国主はめっちゃ頑張ったな。ロックでかい、でかい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 。これラリル出る。待って、ミルシェの予感がしてきた。さっきこれでミルシェ来たんだよな。おしよしよしよし、出させねえよ。でこれはラリエル仕事って、ラリエルのコンボちらつかせて、でしかも手駒に火炎コンボあった。あー手滑った。仕事打ったってバカ、手滑った。いやでも変わらん変わらん、正直あんま変わらんわ、変わらん変わらん、どうせ A3 でしょ、見て飛ばせないでしょこっから。でそうだよな、 OKOKOK、 分かる分かる。で俺 S 駒引いたらそのまま飛ばせる。よし、でなんなら HP 残る。 OK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 、 待ってよ、まだ飛ばせないからシーズラーサでいいな。 A2 でよくない、相手どうせないよね。で俺どうせ残せるよね、ないね、 A2 でいいな。で火炎があるから6個も切ってる。これ勝ちだろ。でこれなんで勝ったかというと、やっぱ大国主頑張ったんちゃいます。あれ大国主の頑張りじゃないですか。大国主がデバフされてなお3000の特殊ダメージ出せたのがでかいんじゃないですか。あーしゃしゃしゃ、あぶねー、危ない危ない、ロック怖え。よし、いってらっしゃい、ナーイス、つえー、マジでコンバートつえ。いやでも乱体だな、やっぱ乱体なかったらこんなことできなかったな。やっぱ乱体なんよな。いやでけー、乱体強すぎ。よし5連勝、いや強いなマジで。このペースで5連勝はね、他のデッキじゃなかなかできんよ。ナイスすぎるだろう、ナイスすぎるだろう。やっぱコンバートなんすよ、コンバーコンバート、コンバート名前がいいね、コンバート、ランバート。あーアークワンだ、アークワンも国主刺さるな。あー逆にやり方いいな、これしづらさ、竜輪張られる前に切っちゃおう。一応でもドッグコンバートはね、ミルシェとレムレス入ってるから、そこは考えないと。おーおーおーおお、フィジカル来たね、フィジカルゴマ来た、ダークブリッツフィジカル来たね。でランタイ引いててブラジェもある、さすがにめちゃめちゃ手ごま強い。すっちゃんよ、おいいね、竜輪薄いよ。でアークワンってのがミソだな。あ多分これアークワンだから、手駒に呪いをかけるコロニーを採用って感じなのかな。結構バフは高いからね、アークワン気をつけないといけない。アルイナルに比べるとねバフ低いけど、鱗薄い分バフが高い、いやじゃあバフが高いのか、鱗が薄いけどみたいな感じか。おおなんか手駒呪っていくキャラ駒が多いな。アークワン呪い移しっていう新境地か、これ新発売デッキの可能性あるな。あー発動しないのか、これ呪い移しって使える、 HP70 倍か、 OK 大丈夫だ、 OK そこ出そうか、いいよいいとこ出るよ。で E4 進行したとしてきついんちゃいますか。 OK 呪いが全てかかっていく、 OK じゃないな、鱗がこれで強くなっちまった。まあ、でも F2 にそいつなんで、あのえ常に 1.2 倍強ないお前、常に 1.2 倍なので、手駒呪って続けると、あそうなの、常になんだそれ、常日頃、常日頃そのそのあれなんだ。大丈夫かな、ランタイ引かれてないから大丈夫だと思いたいけど、こっから殴る駒とか来たらマジで怖いんですけど、大丈夫。まあでもそこトネルム打たれるよりマシだと思うんだよね。トネルムだったら、あの違う違う、トネルムだけど違う違う、俺が言いたいのは鱗の方のトネルムね。結局鱗に対してあれできてないから、オッケーオッケーオッケー。でこれねコンバ発動しないんですね、すいませんでした。いやまだこれ鱗取りて早く、うわこれ鱗トリプルテイクだな、うわ鱗トリプルテイクしたい。これ C6 からさ C2 で飛ばされたりすると思う、そこが怖いよな。でも F5 打って F4 打たれた後の進行弱いな。いやこれは素直に行こう、うん弱いさすがに動きが。
これ似て飛ばしクソ怖え。まあ、C6 やばい駒来たら F4 切り返しからの D2 で飛ばしに行く感じの方がいいな。言うてあって乱体ないんで。あ、オッケー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 。いやでも、まあ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 。はい。うわあ、でかい。めちゃめちゃでかい。最強です。最強、最強来た。これはでかすぎる。捕食を抑えつつ特殊ダメージ与えて。で、呪いも入る。あ、これは強い。この国主。いいね。あ、しかも呪いのダメージ、クソデカため息。2220入ったぞ。捕食切ってくれ。これさっきより増えるな。2600ぐらいは呪いで入るであろう。であれば、ここで飛ばせる駒が来れば俺の勝ちである。エヴァ、特殊も入るから、これ打っていいな。だって今が賞味期限だもん。打ちまーす。で、80% なんですよ。これ飛ばせると思うわ。はい。はい。あ、強すぎ。ナイス。大国 OP。本当に元小駒か？全然いける。でもやっぱ使用率の高さとかもあるんだろうな。大国主が長駒から外されるとかさ、そういうのって使用率とかもあるんだろうな。あとなんかそのあれ、実装時期からどれぐらい経ったとかさ。うん、そうだな。でも言うて大国主ってコンバートの駒だから2年前実装とかなのかな。ああ、じゃあさ、そういう話してたらさ、今後ね、2年後とかでヤタガラスがピックアップから外れることもあるってことだよね。よー、移り変わっていくんだな、時代っていうのは。うん、神タン来たね。神タン普通に怖いな。まあ、国主が頑張ってくれれば。で、俺の手駒ちょっとやばいな。乱体引けてないっていうね。もう乱体引けてないだけで、ちょっともう、俺は、減らりそう。もう乱体が手駒にないだけで、減らっちゃうわ。あいつ欲しいわ。一応、ショート X 警戒するか。レムレスからだとショート X に対して、囲いからのコンボが残らないんで、一応こっちにしますね。国主が欲しいな。国主欲しいよ。ちょっと大国主に対して依存体質を感じるところがある。あいつに依存しなしてしまうところがある。きたー、大国主なんよな。ちょっとこれどうしよう。でもこれ X から言って良いと思いか。おエクレルなんで、ある程度大丈夫だと思いたいが。いやー、国主 X 行くかどうかクソ悩む。やめとこう、やめとこう、やめとこう。国主は万が一のための非常食。成り打ちでもよかったかな。悩むんだよな。まあでも言うてコンバートそっこりみたいなデッキなんでね。ちょっと X から行かせてもらいますわ。乱体がなくて、そこもおし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 、この動きをさせたら、この動きさせたら俺のペースですね。そして乱体最高か。いや、これはちょっとまだ打たないっすわ。まだ奥にやめときますわ。まだ打たない。相手の盤面にコンボバフの駒がある状況、相手が動線を組まれている状況で奥に主を出したい。まだ出さなくていい。まだです。まだ出しません。次国主ありだな。右下 X に対して D5 打って、相手の2枚受けた後 F5 とか悪いですね。いやー、でもさすがに、うわー、それコンボ2倍か。これちょっと国主、国主一択っすね。ちょっと待ってくださいね。これ角打つか悩むな。カード打つか悩むな。いや、 D5 行こう。乱体引いてるんだ俺は。強気に行け、強気に行く。でしかも見てください、このフェイルノートの余った220もカットできると。いや、でもカード打ってもな、どうせ組みにくいよね。ちょっと俺こっちから行ってバチコリ言い返してもらいますわ。まあ結局イシュタルが怖いんですけど。どうする、ここの奥に主。予想外でしょ。こんなん予定外にも程があるでしょ。まあ、乱体引いてなかったらこっち行ってなかったかも。これラリエル発動できたら美味しいけど、国主頑張れ。んー、よしよし、ちょうどいいカットです。逆にね、ラリエル発動できるよ。プタース。コンボの強さ変わらないか。一応これあれだな、シムキで警戒しよう。こっからのプタース剣内持っていけると思うんだよね。結構火力出ると。強すぎ。オッケー。イシュタル来なかったらプタース剣内じゃない？ああ、ぶっちゃれていかれる。プタスいけるかな。乱体してるからいけるよね。あはー、本当に来んのかよ。オーマイガー、まずい、これまずい、まずい、まずい、これプタース圏外です。まずい、まずい、これこっち行くしかない。
これ多分プタス圏内なんで。そうだよね。あ、プタス圏内、圏外ですね。圏外ですね。今、3枚打っても、1万3000ちょっとだから、うん、ダメだな。いや、耐えるしかない。頑張れ。でも逆にプティ引いてるから、手間違えるよ。ブラザーマンって切ってる。あ、オーマイガーおーマジかよー。これ多分、いや、そうだな。イシュタル来なかったら飛んでたな、多分。イシュタル3000回復ぐらいだったよね。うわ、イシュタル来なかったら飛んでたな。イシュタル OP だって、もうこれがフェイルノートイシュタルずるいわ。それマジでずるいわ。惜しい。いや、それずりー。まあ、イシュタル警戒するなら F5 ウォルプタースから打ってトップエストコマ引きとかもあったんですけど、さすがにね、さすがに、あー、でもシムキリ撃たれて、もうまだワンチャン俺、シムキリの場合だったら一応勝ち筋残るんですよね。火力が相手でないから。だから、ちょっとイシュタルじゃない方、お湯乗りでやってみたんですけど、まあ、結果、S5マ引いてないんで、あの進行でよかったっすね。マジかー。イシュタルマジで強えな。えぐいな。だってあいつを、フェイルノートだけで6000以上 HP 稼がれてるんでね。で、ランタイ引かれてら、即流相手に。いや、これ勝負っすね。D5 から行って、大勝させて、どっちが先に飛ばせるか勝負っすね。勝負だろうが。ようやく口に逃がし。削ります。で、お互い 60% 入ってて、ラリエルフィニッシャーになるかな。それか相手の削り方によるが。おー、めっちゃ削ってくる。そんな削ってくる？痛い。まあ、これ E6 ですね。ラリエル E6 いきますよ。はい、コンボ 70% なんでね。もうブラジェスラももう出さずに、ここはもう直接殴っちゃうぞ。いいよ。なんだでもこれ相手、これ飛ばせないんじゃない。 1.6 でしょ。無理だろ。1万3200ランタイあるとはいえ 1.6 だもん。だってリョモちゃん、さあただ俺が飛ばせるかどうか。これソリエスってどんぐらいから打てんの。リブラエル、イブラエルってどんだけ軽く出んの。ごめん、ちょっと本当に分かんない。2250の3かけて330、2600、ああ飛ばないなこれ多分。ああ両毛を取った方がいいな。2枚返しに抑える方がいいね。 1.3 倍かかってるから。 C に打ったら相手1枚返しになるんですけど、待って、通信切れた。おい、帰ってこい。待って、 2.7 倍か。あ、 2.7 倍か。待てよ、2250のかける7の待って、ラリエルコマ、え、あ、コマソース12枚以上。オーマイガー。これじゃあこっちっすね。しまった、発動すると思ってた。多分これ発動したら飛んでたな今。あ、そうだね、 60% だったら飛ばせないんですよ2枚返しは。こうするしかない。やっべ、負けちゃいそう。やめろ。でも S 引いてたら今の打つはず。でも左から2番目怖すぎ。うー、なんだそれ。なんだそれ。優秀の美を飾ろうか。4枚返していきます。よいしょ。はい、味変します。味変カンフージェネレーションいきます。ペルキャン味チェンジ。ナイス。はい、覚醒。うん、この4枚返しは気持ちいいんだよな。天空まで引き上げゾゾッと。いい火力です。よし。終わるか。コンバートクソ強かったわ。めっちゃ勝ったわ。あと1回勝ったら1700ポイントってところなんですけど、もう上等ですね。こんだけにしておきましょう。ってことで、大国主、ね、全然強かったっす。やっぱ、うん。全然超ゴマ外れましたけど、一戦切れ使えますね。コンバートが本当に強い。で、まあ、コンバート、この大国主ないって人は他の殴りゴマでもいいだろうし、ハオとかでもいいんじゃないか。ってことで、コンバートね、使いましょう。普通に強いですね。はい、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さんならバイバイ。